ねえ、アイ、しおりこちゃん、最近ミアのことを見かけた？いえ。そういや、会ってないな。どうしたのかな？曲作りに没頭してるとか？それならなおさら心配だわ。今まですごいスピードで作っていたのに、ここ最近は一曲もできてないのよ。今までがすごすぎたんだよ。そういう時もあるんじゃない？あの子14歳なのよ。熱を出して倒れたりしていたら、お腹を出して寝ちゃって風邪をひいたとか。そもそもあの子ちゃんと食べてるのかしら。あの没頭の仕方だとそういうこと忘れているんじゃ。なんだかカリンってば、ちょっと言うことがエマッチに似てきたんじゃない？カリンお母さん。え？もう茶化さないでよ。ごめんって。そんなに心配なら様子見に行く？様子行ってみよう。なんちゃって。あのミヤさんですが、食事をしている形跡はあるので大丈夫だと思います。そうなの？はい、さっきランチのプレートが作曲ルームの外にありましたから。でもかなり残しているようで。そうなんだ。カリンの言う通りちょっと変かも。ホームシックかな。ほら、やっぱ14歳だしさ。そういえばミアって寮だったよね。カリンは寮でミアのこと見かけた？それが寮でも見ないのよ。前はラウンジで見かけたりしてたんだけど、だから余計心配で。スランプになったりしてなきゃいいけど。またランジを差し置いておしゃべり？ランジも入れなさい。おお、びっくりした。ランジュ、もう演出家の方たちとの打ち合わせはいいんですか？もうまん平ら。それよりミアの心配してるみたいだけど、あの子に限ってスランプなんかありえないから。波の天才ならスランプもあるでしょうけど、ミアはこの私が選んだ超天才よ。その上テイラー家の一員なんだから、その辺の人間とは格が違うの。テイラー家？有名なの？ちょっと、まさか知らないの？音楽好きなら知ってて当然の名前よ。アイさん、音楽の専門家じゃないしな。ミヤさんのご家族は皆さん超一流の音楽家なんです。このランジュが丁寧に教えてあげるわ。ミヤのパパは世界中でコンサートを心待ちにされるテノール歌手、ママはブロードウェイトップのミュージカル女優、お姉さんはアメリカで驚異的セールスを記録しているポップシンガーよ。すっごい。超一流、納得だわ。生まれからして波の人間とは違うのよ。才能の塊に囲まれて磨かれてきたのがミアなの。そんな子がスランプだなんてありえないわね。そうなんだ。やっぱミアはすごいな。アイさん、ミアの世界をもっと覗いてみたい。今度お茶にでも誘ってみましょうか。ランジュは今お茶に行けるけど、ランジュの話聞かせてあげるわよ。じゃあ今日はランジュの話を聞かせてもらおう。ランジュのことだってもっと知りたいし。何でも聞いてちょうだい。お三方、まずは今日の練習ですよ。もう部活の時間は始まってますから。SNS 見ましたか？この前のゲリラライブの評判すっごくいいんですよ。うん、たくさん書かれてたね。
しずくちゃんが良かったっていっぱいあった。本当ですか？嬉しいです。ゲリラライブ見に来てくれる人増えてるよね。かなたちゃんやる気出ちゃうよ。次のライブでみんなの顔を見るの待ち遠しいね。そうですね、もっともっとみんなと大好きのやりとりがしたいです。何？やっぱり同好会もいいかも。だって嬉しいな。何ですか、もって。そこは同好会の方がいいか正解じゃないんですか？次のゲリラライブ楽しみ。次のはみんなで応援に行こうって友達と約束してるんだ。だってそんなこと言われたらかなたちゃんおねむが飛んでっちゃう。でもスクールアイドル部との比較もありますね。スクールアイドル部のライブの方が圧倒的にクオリティが高い。同好会のライブなんて素人同然。だってりなちゃんボードしょぼん。この書き込み絶対スクールアイドル部の回し者だよ。りな子しょんぼりしなくていいの。でもクオリティのことは本当だよ。やっぱり部はすごいもん。見てて圧倒されちゃうし。はゆぶ先輩もしょんぼりダメ。こんなこと書かれて悔しくないんですか？かすみんは悔しいです。かすみんたちがスクールアイドル部に負けてるなんて思えません。クオリティが低いのなら高めていけばいいだけです。その書き込みも考え方によっては私たちには伸びしろがあると言ってくれているようなものですよ。そうですね、しずくさんの言う通りです。私たちに対するアドバイスだと思えばありがたい言葉です。どんな内容であれ見てくれた人が言葉を残してくれることに感謝しましょう。なんかしずく変わった？変わっていかないとかすみさんに置いていかれちゃうからね。ありがとう、嬉しいな。ドアを壊すなんて非常識だよ。仕方ないでしょ、ミヤが引きこもって出てこないんだから。確かにやり方はいただけませんが、ランジもミヤさんのことを心配してるんですよ。別に心配してくれなんて頼んでない。もちろん頼まれた覚えなんてないわ。私は私がやりたいことをやるだけよ。もうそんなことより新曲はいつになったら聴かせてもらえるの？あんまり遅いからカリンたちってばミヤがスランプなんじゃないかってジョークまで言うのよ。曲ならできてるよ。なんだ、それなら後で聞かせてよね。僕やっぱ部室で食べるから見たい配信もあるし。配信？ああベースボール。別にいいけどランジュとしおり子と一緒の方が面白いんじゃない？ベースボールの方が面白い。今日は3人でランチするの。 You oppressive tyrant。まあまあ料理が冷めますし、おとなしく食べましょう。まったく、こんなわがままお嬢様と幼なじみだなんてしおり子も苦労するね。そんなことないわよ、ランジとしおり子とカオル子はずっと昔からの大親友なんだから。
って言ってるけど、手がかかるところも含めて放ってはおけないんですよ。しおり子も変わってるね。ま、それならランジとお似合いだ。それにしてもここの学食には食べ応えのあるお肉が足りないわね。ママに言ってスペアリブでもメニューに加えてもらおうかしら。ミアもハンバーガーなんかじゃ力が出ないわよ。僕はこれが好きなの。そんなものばかり食べてたら大きくなれないわよ。肉よ、肉。がっつりした肉を食べなさい。しおり子ちゃんたち、今日は学食なんだね。ミアさん、私と同じハンバーガー食べてる。ミアさんも好きなのかな。私、ちょっとしおり子ちゃんに声かけてくる。いいかな。私も行く。しおり子ちゃん。あゆむさん。きゃ、あゆむ、りな。と、あなたもいたのね。はは、ここにいたらあゆむたちに会えるでしょ。すみません、言い方はあれですが、気持ちは純粋なので。あゆむ、りな、せっかくだから一緒に食べましょうよ。あ、お肉、お肉があった方がいいわね。今からシェフに行って持ってこさせるわ。今聴いてもらったのが次の曲だよ。なんかいつもと雰囲気違うね。ダメね、ミア、これは前回の曲を超えてないわ。ランジュ、そんな言い方はよした方がいいわ。ダメなものをダメって言えないパフォーマーはステージに対して失礼よ、カリン。ランジュは真剣なの。ダメなものはダメ、いいものはいい。話はそこからよ。ミアが閉じこもってたわけ、わかったわ。あたしたちを打ちのめす曲が作れなかったからね。Shit。 不機嫌なのはこっちだわ。あたしはミアを最高のメンバーだと思って連れてきたの。あたしを満足させる曲を作るのはミアの使命よ。テイラー家の一員ならできて当然でしょ。ランジュ、もういいでしょ。これまで驚異的なスピードで最高の曲を作ってきたんです。ミアさんの実力は疑いようがありません。建設的な議論をしましょう。カリンさん、アイさん、今の曲を聴いた素直な感想を聞かせてください。あのね、アイさん、直感的に、あ、なんかあの子の曲のイメージがちらつくなって思った。はあ？僕よりあんなベイビーちゃんみたいなのが上ってこと？愛はそういう意味で言ってないわ。ミアはミア、あの子はあの子よ。ミアの曲がミアにしか作れないように、あの子の曲はあの子にしか作れないの。それってやっぱり僕があの子に負けてるってことじゃないの？どっちが上とか下とかって話じゃないんだ。方向性が違うというか、アイさんはあの子の曲が大好きだけど、ミアの曲だって大好きだよ。もういい、みんながぶっ飛ぶような曲作ってやるよ。だから僕のことは放っておいて。もうこんな時間か。ありえない時間の使い方だよ、もう。徹夜でスクールアイドル同好会のライブ動画を見続けるなんて、アイやカリンが変なこと言うからだ。僕の曲があのベイビーちゃんの曲と似てる？
学生が作ったにしてはまあまあだけど、所詮素人、技術も何もあったもんじゃない。比べられるのも心外だ。僕は誰だ？ミア・テイラーだ。テイラー家の一員でプロの作曲家だ。世界中のトップアーティストに曲を提供し続けてきたんだ。あなたは正しい判断をしたのよ。部に来て正解だったでしょ。ランジュさん、次のパフォーマンスが楽しみと言ってくれましたね。ええ、もちろんよ。ではこれから見てもらえないでしょうか。私の全部を詰め込んだ歌を歌います。なのにどうして雫はあんな曲を。クオリティの差は歴然。誰が聴いたって僕の作った曲の方が洗練されてる。なのに、なのにどうしてだよ。 I just don't get it。 分かりきってることで悩むのはバカのすることだ。僕の価値は僕が作る、それだけだ。ですが、監視員のお二人の目をくぐり抜けられるでしょうか。それにライブができる場所は限られちゃうから見つかりやすくならないかな。見に来てくれる人も増えてるし、できるならやりたいよね。え？うん、しずくちゃんが戻ってきた頃からだと思うんだけど、ゲリラライブを見つけてもしばらく動かないでいてくれてるの。それって監視員の二人もライブを見てくれてるってこと？かすみ、ちょっと思うんですけど、もしかしてかすみんたちのファンになっちゃったのでは？だってちょいちょい目が合うんですよ。カスミンの可愛さの前では監視員もキュンキュンしちゃうのかも。確かに私も目が合う気がする。そういえば私が部にいた頃、カリンさん、アイさん、シオリコさんも同好会の活動禁止のことは気にかけているみたいでした。それと関係あるのかな。実は私、この前衣装のリボンが曲がっているのを直してもらったんです。それってもう味方じゃない？ゲリラライブに来てくれる人も増えていて、監視員の縛りも緩くなっている。今が畳みかける時かもしれませんね。今頑張れば部も学園も私たちのことを無視できなくなるよね。活動を認めてくれるかも。かもじゃないですよ、エマ先輩。認めさせるんです。ただやるだけじゃなくて、私たちもパワーアップしてるってとこ見せなきゃ。リナちゃんボードもん。皆さん、パワーアップの一環として部のライブ動画を見て研究してみませんか？なんで敵の動画見るの？そんなのいらないよ。かすみさん、嫌なのはわかるけど聞いて。私、部で練習してみて今までにない経験を積めたの。それもあってかすみさんに認めてもらえるようなライブができたんだと思う。だからね。しずこが言うなら分かった。パワーアップのためなら見ろ。でも部のことは認めないし嫌いだからね。私も賛成です。学べるものは何でも学びたいですから。まあ敵情視察も大事だしね。しずくちゃんの言うこと
信じる。皆さん、ありがとうございます。では、動画を流しますね。すごい。分かってたけど、改めて見ると迫力がすごいね。うん、完成度っていう意味では飛び抜けてると思う。こんな演出方法があったんですね。やはりプロというのは全然違いますね。愛ちゃんもかりんちゃんもしおりこちゃんもすごくダンス上手くなってるね。かすみんは先輩の作った曲の方が大好きですからね。かすみんのためだけの曲ですし。でも確かにこの曲、ランジュさんのパフォーマンスと相まって情感が増している気がします。どんな曲でも自分のものにできちゃうんだね。そうかな。え、どうしたの、リノちゃん。よくわからない。わからないけど、リノちゃんボード、プシュー。オーバーヒート。わからないけど、この曲も誰かのための曲ではあると思う。そんなにこのヨハネの歌声を聞きたかったの？仕方のないリトルデーモンね。嬉しいな。一生懸命歌えてよかった。ルビーちゃん、たくさん練習したもんね。ところで、そっちの調子はどう？ほら、活動を制限されてるとか言ってたよね。制限はされてるけど、いい方向に行ってると思う。ゲリラライブの度に見に来てくれる人も増えてるんだ。よかったずら。早く普通にライブができるようになるといいね。カスミンがいるんです。そう遠くない日にあっちをコテンパンにしてやりますよ。ですが、監視員でしたっけ。ゲリラライブを規制する人たちがいるとか、大丈夫なのですか？バッチリマークはされてるけど、最近はなんかちょっと規制が緩いんだよね。だから大丈夫、なんとかなるよ。前向きだね。やっぱりスクールアイドルは前を向いて全速前進。よっさらってなくっちゃ。ねえねえ、スクールアイローブの楽曲ってあのミア・テイラーが作ってるって本当なの？本物のミア・テイラー？私もそれ聞きたかったの。あのミア・テイラーが日本のスクールアイドルに楽曲を提供するなんて。ミアさんのことご存知なのですか？逆に知らない方が驚きよ。世界中で彼女の新曲を聴かない月はなかったくらいなんだから。マリー、彼女のお姉さんのファンなのよ。テイラー家の長女でシンガーなの。ほら、アイシャドウの CM で流れている曲知らない？嘘、ミア・テイラーのお姉さんって歌手なんですか？カスミもあの CM の曲は大好きです。あ、もしかしてお母さんはミュージカルに出ていたりします？以前借りたミュージカル DVD にテイラーさんという素晴らしい女優さんが出ていました。
まして。そうだよ、しずくちゃん、あの女優さん、ブロードウェイではいつも好評でロングランになるの。テイラー家はパパも素敵なのよね。100年に1人のテノール歌手だって言われてるわ。じゃあミオさんももともとは歌手だったのかな。マリーが知る限りだと歌手としての活動はないわね。ミオさん歌わないの？そういえばお姉さんの SNS に昔の家族動画があったわね。家族みんなピアノの周りに集まってて楽しそうだったわ。はあ、なんとか課題も終わった。さすがにあの量は多すぎると思う。でもこれでやっとのんびりできる。帰ってアプリでも作ろう。はあ、休日の学園静かすぎる。後ろからわってされたら大きな声出ちゃいそう。あれ？誰か倒れてる？みやさん大丈夫？病気？救急車呼ぶ？はい、食べて。 Thanks。 はあ、やっぱりハンバーガーは最高だね。日本のは小さいけど美味しい？大きさには満足してないけど味には満足してる。でも、まさかこんな形でスクールアイドル同好会の天王寺里奈と会うなんて思わなかったよ。私のこと知ってるの？ランジュから鬱陶しいほど聞かされてる。それにさっきまで君たちのゲリラライブの動画を見てたしね。そうなんだ、それはありがとう。ま、ただの暇つぶしだけど、たまたま目に入って流し見しただけだから勘違いしないでほしい。わかった。じゃあ話変える。どうして倒れるまでお腹空いてたの？部室に買い置きしてた食料がなくなったから、学食で何か食べようと思って行ったのに、まさか休日にやってないなんて。ずっと部室にいたってこと？あ、ミヤさんって普段どんな生活してるの？作曲。作曲してない時は？ベースボール見てるか、ゲームしてるか、寝てる。遊んだりとかは？ゲームしてるって言ってるじゃん。友達とペンギン見に行ったりとか。ペンギン限定かよ。外出るのめんどい。たまにランジュが来てなんか騒いで帰ってく。その時リナの話も聞いたかな。他の子の話もね。だから動画見てくれたの？それはたまたまって言ったじゃん、流し見だし。あのね、私も部の動画見たよ。すごくて勉強になった。それでね、私ミヤさんの曲好きって思った。 Thanks。 僕が作ってるんだから当然だね。ミヤさん自分では歌わないの？ストップ。リナさ、思いついたことポンポン喋るのやめてよ。ごめん、ミヤさんと喋れて嬉しいから。ま、今日のところはいいよ。空腹から救ってくれた恩人だし。私、ミヤさんの歌聞いてみたいな。悪いけど僕、歌うことには興味ないんだ。
仕方がないよ。あれは誰にも予想できなかったもの。謝らないで。あなたのせいじゃないよ。そうですよ。また次頑張ればいいだけのことです。あんなにたくさんの人がゲリラライブを見に来てくれるなんて、私嬉しい。ディナちゃんボード、ニッコリン。そうだよね。カナタちゃん、びっくりと嬉しいので、お目目2倍くらいに大きくなっちゃった。見に来てくれた方が増えてはいましたが、まさか会場に入りきらなくなるなんて。さすがに今回ばかりは安全のために監視員の方も動かざるを得なかったですね。途中で中止になったのは残念ですけど、スクールアイドル部より同好会の方がすごいってようやくみんな気づいたんですよ。ついにあのランチュがカスミンの前にひざまずく時が来たって感じですね。あ、カスミさん、ひざまずくって言葉の使い方合ってるよ。ちゃんと覚えたんだね。よしよし。し、し、今カスミンいいところだったでしょ。また仲良くお勉強会してるんだね。かすみちゃん、居眠りするからちょっと困ってる。ひなこまで？違うんです、歩む先輩。今その話じゃないし。それは大丈夫だと思う。 SNS の書き込み見て。ゲリラライブなのにすっごいお客さんが来てたよ。途中で取り締まりが始まってみんなで逃げたんだけど、すっごく面白かった。他にも好意的な書き込みがいっぱい。誰もがっかりしてないみたい。ええ、むしろあのハプニングを楽しんでくれたようですね。うん、私たちの歌聞いてもらいたい。そうですよね。せっかくパワーアップも頑張ってますし、その成果を見てもらいたいです。みんなに届けに行きたい。かなたちゃんたち、同じ失敗をしないように何か新しいやり方考えなきゃダメかもね。何言ってんの？あんな子供騙しを見て満足できるなんて幸せだね。そんな奴らに僕の曲がわかるわけないか。でもそんなお気楽な奴らの言葉がテイラーの名前に泥を塗るのは許せないよ。部の方が圧倒的に優れている。比べ物になるはずがない。同好会のライブなんてお遊び同然。目を覚ました方がいい。さあどうだ、言い返せないでしょ。音楽を分かってない素人は困るな。部の洗練された曲に比べたら同好会の曲はどこがいいのか全く理解できない。どこが優れているのか分かる奴がいるなら教えてくれ。どうせまともにレスを返せる人間なんて。はぁ、彼女たちにしか歌えないだって？そんなの音楽の世界じゃ通用しない。曲は絶対的なんだよ。曲の価値はパフォーマーなんかでは決まらない。どいつもこいつも分かってない。僕はテイラー家の一員なんだ。天才なんだ。あんな奴らに負けるわけにはいかないんだよ。こんなローカル文化の学生のお遊びに付き合わされるなんて、ジョークにもならない。
あんなものとは比べ物にならない本物ってやつを教えてやる。文句のつけようのないスペシャルの曲を作って証明してやる。見てろ、すぐだ。すぐに歴史に残るような名曲を作り出してやる。ミア、ディナーよ。今日はほら、ティーボンステーキを用意したの。ミアのためにこのランチが。お肉食べて力つけなさい。はあ？わざわざ家から用意してきたの？ここまで？照れなくてもいいのよ。ランジとミアの仲じゃない。悪いけど、いらない。曲のこと考えてるから放っておいて。あら、そうだったのね。それならランジは行くわ。ミアの曲心待ちにしてるの。早く聞かせてちょうだいね。食事は置いていくから、お肉食べるのよ。じゃあね。オーマイゴーシュ、何時間ぼーっとしてた。あいつら全員黙らせる曲を作らなきゃいけないんだろ。僕には簡単なはずだ。どうして、どうしてだよ。全然曲が降りてこない。分析は済んでるはずなのに、頭の中で渋滞を起こしてメロディーが書き消される。何なんだ、一体何だって言うんだよ。今日のライブ、明らかに前回より観客が少なかったわ。せっかくライブの回数を増やしたっていうのに、ここ最近新曲のないライブが続いてたからよ。ミア、今日こそ新曲を聴かせてもらえるんでしょうね。自分の力不足を僕のせいにするのはやめてよね。なんですって。まあまあ落ち着いて。愛さん、言い合いは嫌だよ。愛だけに。こんな時にふざける方もどうかしてると思うけど。ミアもランジュも愛が言う通り落ち着いて。ランジュ、イライラしても仕方ありません。こういう時こそ全員で考えて話し合わないと。何言ってるのよ。失敗の原因は明らかでしょ。だってランジュはいつも通り最高のパフォーマンスをしたんだから。それなのに、あの半端な盛り上がりは飽きられてる証拠よ。新曲がないからじゃない。ですから、ランジュ。悔しくないわけ？悔しい。というより、不甲斐ないかしら。今の気持ちを表すなら。愛さんもそう。だってさ、同好会を見てみてよ。毎回新曲があるわけじゃないのに、今ライブじゃ明らかに勢いがあるよね。ランジュの魅力があっちに劣ってるってこと？ランジュ、この話は以前にもしましたよね。上下の話ではないんです。ここにいるメンバーで誰か一人でも手を抜いていた人がいますか？いないわよね。毎日あれだけ厳しい練習をしていて、手を抜けるはずないわ。今回のことは正面から受け止めて、また前に進む材料にしようよ。逆境の中でこそ進化を発揮するって言うでしょ。逆に燃えるじゃん。同好会から学んでいこう。それって意味ある？ランジュ、なんでみんな同好会のやり方を褒めるのよ。向こうは今は敵なのに。私たちは同好会を敵だなんて思ったことはただの一度もありませんよ。そうね、部に移ったからといってつながりが消えただなんて思ってないわ。カスカスには裏切り者って言われてるけどね。
なんでランジュが責められてるのよ。責めてはいません。建設的な話がしたいだけです。建設的な話ならしたわ。ミアが新曲を作ればいい。それがランジュたちのやり方なの。ミア、あなたの力を見せてちょうだい。言われなくてもそうするよ。こっちのやり方が正しいって証明しなきゃ、同好会の子たちを呼び込むって計画も台無しになっちゃうわ。呼び込みたいならその性格も直すべきだね。直すとこなんかないわよ。はいはい、じゃ僕は行くから、せいぜい次の曲に耐えられるような体作りしておいてよね。わかってるわよ。何時トレーニングに行ってくる。力不足なんて言葉二度と言わせないんだから。今日は私たちのゲリラライブにこんなに集まってくれてありがとう。たくさんの声援もありがとうございます。みなさん、キュンキュンしてくれましたか？私、みんなの顔見てキュンキュンした。りなちゃんボード、キュン。みんなの笑顔が私たちに元気をくれるんだよ。元気をくれるみんなに、かなたちゃんたちからお礼があります。今日はアンコールたくさんやっちゃいますよ。みんな、ついてきてくださいね。監視員です。ゲリラライブは直ちに解散。今いいところなのに。みんな、残念ですけどライブはここまでです。逃げろ。こら、待ちなさい。やだよ、あかび。わかんないわかんない。どうすればいいのか全然わかんない。今まで僕はどうやって曲を作ってきた？どうやったらいい曲が作れる？雫のライブを見た後に作った全ての曲が他作にしか思えない。こんなんじゃ次のライブでまた観客が減っちゃう。僕は天才だ。天才じゃないといけない。作曲だけは誰よりも優れてないといけないのに。わかんない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 よ。ねえ、今日はミア来る日じゃなかった？うん、でもいつもこもってる作曲ルームにもいないんだよ。3年生の友達に聞いたら最近授業にも出てないみたいで。作曲にのめり込みすぎて今度こそ体調を崩しているのでは？メッセしても全然返事ないんだよ。ねえ、寮に行ってみよっか。ここにいないんだから寮だよね。あなたたち本当に心配性ね。ミアが本気になったらこのくらい音沙汰がないのは珍しくないわ。もううまんたいら。ですが確認したわけではないのでしょう？してないけど、曲作りに集中してるなら邪魔したくないわ。きっとランジュたちがびっくりするような曲を作ってるんだから。ランジュは次のライブの打ち合わせに行くからしっかりレッスンするのよ。バイバイ。ランジュのミアへの信頼はすごいな。でもどうする？ランジュはああ言っていますが、私は気になります。私もよ。この間のランジュとの言い合いはいつもと違ったし。なら決まり、ミアのとこに行かなきゃ。あ、何か買っていきましょう。食事もとってなさそうで心配よ。
勝手に入ったら。あ、いませんね。ここにもいないならどこにいるの？大丈夫だよね？愛が取り乱してどうするのよ。しっかりして。とにかく探しましょう。そうですね。手分けして探しましょう。行き違いになる恐れもあるので、一人は部室で待機、残りの二人は心当たりがある場所を探すということでどうでしょう。私、ミアが行きそうなところに心当たりないよ。ああ、もうそっとなんてしておかないで、もっと話しておくんだった。アイさん、落ち着いてください。私たちは冷静でいなければ。探すにしても人数が足りないわ。同好会のみんなに頼めないかしら。私、頼んでくる。仕方がありませんよ。それに予想をはるかに超える数の人が駆けつけてくれたというのは嬉しいことに違いありません。もっと広い場所でできないですかね。場所をどうにかするのは難しいかも。情報の拡散を抑えてみる。それだと知らなくてがっかりする人が出てきちゃわないかな。うん、私は同好会のライブを見たいって思ってくれる人には情報が届いてほしいな。じゃあ曲をメドレー形式にして、みんな一番しか歌わないとか。イントロからアウトロまで含めて一つの世界観ですから、私は全部歌いたいです。みんな助けて。アイさん、そんなに慌ててどうしたんですか。裏切り者が何のようですか。まさかスパイですか。どうしても力を貸してほしいの。それが、ミヤさんが。いやいや、どうして私たちが手伝わなくっちゃいけないんですか。そんな義理ありませんよね。義理は確かにないけど、あの子まだ14歳なんだよ。何かあったらと思うと心配で。私、手伝う。どうしたらいい？しょ、リナ子？かすみさん、手伝わなかったら絶対後悔するよ。かすみさんはそういう子だもん。しずこ。愛さんからのお願いなんです。理由なんてそれだけで十分じゃないですか。ミアちゃん、まだ日本に来たばかりだよね。心細い思いをしてるかもしれない。早く見つけてあげよう。みんなで探せば、きっとすぐに見つかるよ。みんな、ありがとう。仕方ありませんね。言っておきますけど、貸しですからね。マジで感謝してる。ありがとう。今度好きなだけうちのもんじゃ食べていいから。それが全然、ミアの性格からして遠出することはないと思うんだけど。こちらは人数がいるんです。手当たり次第で行きましょう。みんな、ほんとありがとう。頼むね。ミヤさんってちょっとだけ私と似てる気がする。私だったらどこなら安心できる。一人で落ち着けるところ、静かなところ。見つけた。
リナ、見つけたって何？ミヤさんがいないから一緒に探してってアイさんに頼まれた。部にも授業にも出てないんでしょ？みんな心配してる。新曲がまだ出来上がってないからね。そりゃ心配か。新曲？その話は聞いてない。アイさんもカリンさんもしおりこちゃんも私たちもミヤさんがいなくなったことが心配なの。曲が書けない僕をなんで心配するんだ。曲が作れないミヤ・テイラーにそんな価値ないでしょ。心配するのに価値はいらないと思う。いなくなったら心配、それだけ。僕には必要なんだ。テイラー家の一員である僕にはそれに見合った価値がなくっちゃ。あ、よいしょ。なんで隣に座るんだよ。座りたいから。変な同情やめてくれ。何があったかわからないから同情できないよ。だから教えて、何があったの？シッ。今から言うことは独り言。何か喋ったらもう話さないから。急に曲が作れなくなった。どう頑張っても僕の理想の音楽にならない。今まで全てが呼吸をするようにできてた。データを集めて、匂いを探して、自分の理論に基づいて組み立てる。そうすれば、いくらでもバズりそうな曲を生み出せたんだ。それが、ダメになった。雫が同好会に戻った時のライブ、あれを見てから全部おかしくなった。全然大したことない曲だったよ。荒削りで、チープで。僕が作った曲の方が何倍も完成度が高い。なのに、雫の歌声が乗ると全然違うものに聞こえた。曲が作れないなんて、僕にはそんなことあっちゃならないのに。いつだって最高の曲を生み出さなきゃ居場所なんてないんだから。なのに、黙っててって言ったでしょ。あ、ごめん。でも黙ってられない。約束破ってごめん。ミヤさんがずっと苦しかったのは分かった。苦しいのは辛い。でも居場所がないとか価値がないとか、曲が作れないだけでどうしてそうなっちゃうの？そんなこと。だけ？簡単に言ってくれるね。ごめん。リナにはわからないよ。音楽に愛されると言われてるテイラー家の世間の期待、その一員であることの重み。音楽なんて稼いでしかない。大っ嫌いだ。嫌いじゃ、あんなすごい曲作れないよ。作れるよ。僕は天才だからね。ううん、作れないと思う。ミヤさん、音楽は好きなのに楽しいと思えてないだけだと思う。楽しむことができたら、きっと。楽しむ？そんなの無理だ。僕は、そんな悠長な気持ちで音楽に関わっていたことを心底後悔したんだから。あ、なんで？前、僕は歌わないのかって聞いたことあったよね。うん。昔は歌ってた。歌うことが大好きで、毎日歌ってた。家族みんな、まるで天使の歌声だって褒めてくれた。家族全員でステージに立てる日が楽しみねって言ってくれた。その日は簡単に来たよ。テイラー家のリサイタル。
そこで僕は歌うことになった。本当に楽しみだったよ。あのステージに立つまではね。みんな、僕の歌を待っててくれてるんだって、何の疑問も持たずにステージに上がったんだ。知ってた？ワクワクした気持ちって、一瞬で消えるんだ。何千もの目が僕を見てる。テイラー家の新しいディーヴァを待ち望んでる。ただ音楽を楽しむことしかしてこなかった自分が、この期待に応えられるのか。そんな中でも堂々と歌えたら、僕は新しいディーヴァとして認められたんだろうね。でも僕はできなかった。足が震えて、聞こえるのは自分の荒い息だけ。転ばないようにステージから降りるのが精一杯だったよ。そんな。僕は、音楽に愛されているはずのテイラー家の名に泥を塗ったんだ。だから、汚名を注ぐために、歌以外の道を探した。いろいろ試して、今に至るってわけ。ま、この道も悪くない。僕の曲で世界中が湧くんだから、テイラー家の面目も保たれる。わかったでしょ？楽しもうなんて甘い気持ちでいられるわけがない。ああ、でも、そんな甘い考えでいなくたってこんなだ。自分を失って、曲も作れなくなっちゃった。本当に、価値をなくしてしまった。もう誰も、僕を必要としない。私に必要。私、ミヤさんの作る曲に興味がある。あと、私もハンバーガーとゲームが好き。共通点が二つもあるから、お友達になろう。はぁ？なんでそうなるんだよ。僕は我を忘れて情けない姿をリナに見せた。リナは呆れていい。八つ当たりをされたんだから、変な話を聞いたなって。終わりにしてよ。ううん。情けない姿を見せてくれた。これは関係が深まった証拠。本当に何？どうしたらそうなるんだよ。私、ちょっとわかったかも。ミヤさん、いろんなことを考えて、乗り越えて、それをずっと自分の中に溜め込んでた。それって、ミヤさんの曲に似てる。ミヤさんの曲、すごくいろんな音が重なってるよね。それこそ、ヘッドフォンしたってわからなくて、専用のツールで見なきゃ気づかないような音まで。でも、聞こえないからって、その音がなかったら、私が大好きなミヤさんの曲じゃなくなる。それと同じ。ミヤさんが溜め込んでる気持ちがなかったら、それもミヤさんじゃない。聞こえない音も、閉じ込めてしまった気持ちも、なきゃダメなの。それがないと、ミヤさんの曲じゃない。ミヤさんじゃない。あのね、これって、私たちの部長の作る曲と似てる。あの子が作る曲はね、私たちの心の声が入ってるの。見えないし聞こえない心の声がぎゅーって詰め込まれてる。ミヤさんの曲も同じだから私好きって思ったんだね。ミヤさんの曲には分かりにくいのかもしれないけど、ミヤさんの心の声がぎゅーって詰め込まれてるんだよ。そうなのかな。そうだよ。やっぱりミヤさんはすごい。私ミヤさんの曲大好き。はい、ティッシュ。もう一枚。
なくなった。立ってくるからちょっとだけ待ってて。僕もう歩けるけど、ずっとここにいても仕方ないし、ティッシュボックスで欲しいし、行くよ。わかった、持ってくる。ここにいていいよ。なんで？静かで誰もいないところ落ち着くよね。私も同じ。共通点三つになったね。うん。心配かけてごめんなさい。こっちこそ、ミアの悩みに気づけなくてごめん。すごくしっかりしてるから私たちミアに甘えてた。本当に本当にごめん。いや、そっちは歩み寄ろうとしてくれたでしょ。それをはねのけてたのは僕だ。ミアがこうして戻ってきてくれただけでいいのよ。リナちゃんに感謝ね。そうですね、リナさんがいなかったら。ねえ、今日リナに呼ばれてるんだ。なんかいいこと思いついたからって言ってもいい？もちろんだよ。でも戻ってきてね。そんな顔の愛見るの初めてだ。家出ごっこも悪くないね。みんな、お待たせ。ああ、ミアテイラー！どうしてリナ子と一緒なの？僕の方が学年は上なんだから敬語を使いなよ。歳はカスミンの方が上だもん。敬語使って。みんな、ミアさんを探すのに協力してくれたでしょ。そのお礼を言いたいんだって。別に僕はそんなこと一言も。ミアさん、わかったよ。別に頼んだわけじゃないけど、なんていうか、Thanks じゃなくて、そのありがとう。ううん、私たちが好きでやったことだし、ミアさんが無事でよかったよ。じゃあコーラとハンバーガーって、僕は消えた方がいいんじゃないの？どうして？どうしてって、僕はスクールアイドル部の人間だし、そっちから見たら敵じゃん。敵じゃないよ。ミアさんは私と共通点が3つもある大切なお友達だよ。リナちゃんボード、うん。でもここで聞いたことをランジに言うかもしれないじゃん。それでもいいわけ？それは困るかも。だから内緒にしてくれる？内緒って。ダメ？はあ、わかったよ。リナの頼みならね。ねえ、オンラインライブはどうかな？ネット配信なら、たくさんの人が見られるし、監視員の邪魔も入らないと思う。オンラインライブ、いいんじゃないかな。なるほど、そういう手もありますよね。オンラインライブでも、いつものライブと同じくらいの一体感を感じてもらえるようにしたいな。そうですね。私たちは大好きなものを通じてつながっているということがわかるようにしたいです。一体感か。見てる人も参加してるって思えることだよね。みんな一緒に美
昼寝するとかどうかな。いや、ライブなんですから歌いましょうよ。君たち、いつもこんなミーティングしてるの？そうだよ。部とは全然違うんだね。部はランジュが仕切ってるから、こんなミーティングはしたことない。スペシャリストがそれぞれの仕事を完璧にこなせば、いいものができる。それがプロの考え方だから。でも、そこがスクールアイドルの楽しいところだよね。みんなで作り上げるの。そうですね。スクールアイドルって…ねえ、ミヤさんもライブに出ない？いや、僕同好会の人間じゃないし、そもそも人前じゃ歌わない。オンラインライブは人前だけど、人前じゃないから。いや、そうかもしれないけど、そんな無茶苦茶だ。ミヤさんの心の声が詰まった曲はミヤさんが歌わなきゃ。僕、歌えるかな？もちろん。ちょっと待って、この子もカスミンたちと一緒にライブするってこと？うん、ミヤさんの歌楽しみだね。リナちゃんボードワクワク。ワクワクじゃないでしょう。ダメ？ダメじゃないけど。僕は。くれているみんな、こんにちは。虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会の上原歩夢です。今回はこれまでと違った試みで、みんなに私たちの歌を聴いてもらいたいと思います。それじゃあ続きはかすみちゃんお願い。はーい、みんなのかすみんですよ。歩夢先輩のいる場所とかすみんのいる場所が違うって気づいちゃった人いますか？実は今回全員別々のところにいます。どういうことかって、それはですね、同じ時間に別の場所でライブをしちゃおうってことなんです。ここから先は刹那先輩よろしくです。どうしてこんな形を取ったか、みんな疑問に思っているでしょうが、答え合わせはもう少し先です。ただ言えるのは、今日こそは思いっきりライブができるということです。最後まで一緒に盛り上がっていきましょう。ではまず最初はしずくさん、お願いします。はい、バトンいただきました。大阪しずくです。それでは皆さん聞いてください。あなたの理想のヒロイン。ここまでは問題ない。でもこのライブのポイントは、監視員が現れてから、そこからが本当の勝負。うん、私も信じてる。この場所でのライブは許可されていません。直ちに中止してください。監視員に見つかっちゃいましたので、撤収して次のステージに向かいますね。カメラは一旦エマさんにつなぎます。はい、受け取ったよ。どうして全員バラバラの場所にいるか分かったかな？そう、途中で妨害されてもすぐに他の会場にバトンタッチできるからなの。
そして妨害された人もすぐに違う場所に移動して次の出番を待つんだよ。これなら最後までライブを続けられ…こらー！中止しなさーい！え？もう来ちゃった？残念だけどここから離れるね。かなたちゃんよろしく。あれれ？もうかなたちゃんの出番？みんな準備はいい？かなたちゃんと一緒にふわふわしよう。それでは聞いてください。眠れる森に行きたいな。書き込み追い切れない。いつ監視員が現れるかわからないからドキドキしちゃう。ハラハラして目が離せない。お願い、最後まで歌わせてあげて、だって。みんなで考えて力を合わせた結果、リナちゃんボードボイ。うん、ミヤさん大丈夫だよ。リナ、本当にそうかな。僕またファミリーの名を怪我してしまうんじゃ。練習だって正直足りてない。そんな僕がここに立つなんて。ミヤさん手が冷たい。緊張してるんだね。私カメラが回ってくるまで温めてあげる。手がポカポカだと私調子いいの。ミヤさんもそうなってくれたら共通点が4つになる。どれだけ増やす気？いっぱい。おー、最後までちゃんと歌えた。それじゃ次はスペシャルゲストさんに歌ってもらっちゃうよ。一体誰かわかるかな？みんながびっくりしちゃう子だよ。それはね、Hi, I'm Mia Taylor. 今日は特別に同好会のライブに出してもらったよ。リナっていう最高におせっかいで最高にクールな友達のおかげでここに立ててる。僕今まで自分の作った曲は歌ったことがないんだ。でも僕の曲を一番うまく歌えるのは僕だって今日は証明したい。それじゃあ聞いて。 I'm stillミヤさん、昨日のライブすごかったです。本当の意味でミヤさんという人が分かった気がします。うんうん、ほんとよかった。ミヤの気持ちが伝わってきたよ。あいってば、感動して泣いてたわよね。私のことお母さんみたいって言ってたけど、お母さんは愛の方じゃない？ガーリン、まったく勝手なことして。でもまあいいわ。だってスパイに行ってたんでしょ？そうよね。ま、見た通りだよ。ねえ、それより新曲は？男児を飛び上がらせるような曲ができたんでしょうね。自信作ができたよ。す
素晴らしいじゃない。さあ聞かせて、ランジュが歌うにふさわしい曲を。これは僕の曲だよ。この曲に込めた思いを表現できるのは僕だけなんだ。